ついに武道館コンサート3日間終わりました。やっと終わったやっととか言ってすいません、本当に終わりました。いやーありがとうございました。めちゃめちゃ楽しかったです。めっちゃ私のファンの人見つけた。3日間もうすごいいっぱい来てくれてた。本当に嬉しかった。いろんなところに白いペンライトと多分セリっていう文字見えてめちゃくちゃ嬉しかった。ありがとうございます。本当にありがとう。ちょっとこうハーフツインのまま帰ってきたんですけど、3日間連続ハーフツインしました。ありがとう。2階席もめっちゃ一番上も全部見えた。コンタクトしてたからもう撮ったけど視力バチバチ良くしていったんで後ろまでちゃんと見えました。顔は見えてない、そりゃ一番後ろは。ペンライト3本はめっちゃ見えた。白めっちゃ見えた。ありがとう。はい、48グループ1の色白 AKB48 の長野セリカです。よろしくお願いします。うちわも見えた。めっちゃ嬉しかった。ほんと、あ、21時50分になったらランキング読むので、あの教えてください。ぜひ50分よろしく。セリちゃんファン多かったね。やっぱそうよね、多かった。ありがとうございます。本当に来てくれて。やっぱり1日目はあの1日目のセットリストが本当に一番大好きだったんですけど、あの AKB 参上から始まり Dear My Teacher とか僕の太陽とかね、スカートヒラリとか、もう本当に昔公演とかでやってた曲もできたし、あのマジスカ学園再現してたりとか、野菜シスターズ、私は野菜シスターズのほうれん草、ゆうこさんのほうれん草を担当したんですけど、あの CM で見てた衣装、広告とかでよく見てた衣装を着れて嬉しかったし、あのじゃんけん大会やってたんだけど劇場でギリギリ16位になって、あの今まで武道館でやってたじゃんけん大会の予選の衣装、先輩の山本さやかさんの衣装をお借りして着れたりとか、あの8の47の素敵な街へを久しぶりに披露させていただいたりとか、あれが一番盛り上がってたね。ここだけの話、47マジで盛り上がってた。本当にありがとうございますし、なんかすごい充実してましたね一日目。私は本当にテレビっていうかじゃんけん大会めっちゃ見てたから、そのさや姉さんの衣装っていうのはめちゃくちゃもう頭の中に残ってて、でそのじゃんけん大会しますってなった時に、そのじゃんけんに勝ち残った16人はその子のイメージに合わせて衣装さんが選んで、そのじゃんけん大会の予選の衣装を着ることができます。え、これはぜひ入りたいと思って、でじゃんけんして買って選抜入りってなったんだけど、その選抜っていうかじゃんけん買った16人の中でじゃんけんしていったら全部負けて、でも一番負けて16位になったんですけれども、一番端で大阪っていう文字を掲げて踊らせていただきました。で一番後ろだったけど一番目立ってたって先生が言ってくれて、あ、ダンスの先生が言ってくれて嬉しかったです。
私あの衣装本当に着れるなと思ってもなかったから、衣装さんにあのさや姉さんの大阪の衣装がちょっと気になるんですよねみたいな、着れますかねみたいな言ったら、ちょっとねまだわかんないんだよねって言われてたんですけど、フィッティングの時にそのさやかさんのね衣装があって、えいいんですかみたいな、もう本当に嬉しかった、あの衣装着れてもう本当に嬉しかった、可愛かったあの衣装、いっぱい写真撮ったし本当に嬉しい。1日目はあの衣装を着れたっていうだけでもう出てよかったっていうコンサートでした。そう本当に嬉しかった、 MC でも触れていただいて、野菜がほうれん草っていうのがまあちょっと緑かと思ったのはちょっとここだけのねあれなんですけど、セリカファンの人はあなんか緑着てるやんセリちゃんって思ったかもしれないんですけど、ほうれん草を着させていただきました。でもあのほうれん草の衣装めっちゃ可愛くて、なんかドレスみたいな感じで、あ緑かと思いながら着てたけど、あのドレスみたいで肩のとこにピンクのねほうれん草の茎の部分ピンクだからピンクのがあったりして可愛かったですよね。うん、まあ楽しかったですよ野菜シスターズ、なんかおもろくておもろいなと思いながらやってました。すごいシュールやろうなと思いながらで、まあ、1日目は本当に衣装もう野菜シスターズとかエモエモ楽曲懐かしいなっていう曲久しぶりに踊ったなみたいなパフォーマンスしたなみたいな曲も多かったりして、なんかエモさもあり、なんかずっと着てみたかった衣装も着れたりとかして幸せな1日目でした。で2日目、もうこれ私が一番おすすめしてた理由分かったかな、2日目おすすめって、あ1日一応カモフラージュするために1日目と2日目がおすすめみたいな言ってたんだけどね、そう2日目はお手上げララバイが第5位だったんです。嬉しい、そんなことあるみたいな、私本当にまさか入るなんて思っていなくて、いやそりゃね推し曲をお手上げララバイって言ったし、そのまあでもベスト30305曲の中から30でしょ、いやなかなか厳しいお話だなって思ってたけど、セットリスト見たらえみたいな、5位みたいな。でしかもそのお手上げララバイ長野って書いてて、私が披露してもいいんですかみたいな、武道館でみたいな、なんかすごいそんなことあるみたいなお話だったんですけど、本当にこれはもう皆さんのおかげで武道館でソロで披露させていただけたので、もう本当にあのリハーサルも含めるとね公演で200回ぐらいも踊ってるので、頑張ってよかったなって、2回公演でね重力シンパシー公演お手上げララバイですごい体力消耗するから、2回公演の日とかもめちゃめちゃしんどくて、もうお手上げララバイもするだけでハーハーするのに、それは1公演みたいなのがもう本当にきついなと思ってた時期もあったんですけど、その頑張りが報われた気がして、もう本当に嬉しかった。本当200回っていうのはリハーサルも含めてね、私公演自体は72回出演してるみたいなので、そのリハーサルとか含めるとね、そう200回は踊ってるっていう感じなんですけど、本当に頑張ってよかったなって思ったララバイ。
めっちゃ緊張しましたけど、第5位でワンハーフのヒーローだったので、一応多分ララバイの見どころって2番の振り、2サビの頭も振るところだと思うんですけど、それはどうしても入れたいなと思って、ワンハーフの中にフリーで踊れる部分があったので、そこで2番の振りを入れて詰め込みました、あの振り付けを。そしたら初めてその私のお手上げララバイを見たメンバーとかが、あの本当にすごいですねって言ってくれて、あの褒めてくれて嬉しかったし、あのひな壇でわーいっていう風に盛り上がってくれてて、すごい視界にわーいって見えてたんだけど、すごい笑いそうだったんだけど、なんとかこらえてパフォーマンスすることができました。もう終わってからみんながわーいって言ってくれるから、本当にY は W の方なんだけど、すごい YMCA の Y ですごい盛り上がってくれてて、あの本当にありがとうございますみたいな感じでした。あ、タワーじゃない？あ、タクさん、武道館でのソロ感動しました、タワーありがとうございます、ありがとう本当に。でリクエストは結構あの出番多くて、まず1曲目、素敵な三角関係で、その後にチャイムアラブソング、めっちゃ懐かしい、チーム4時代の衣装を着てチャイラブやって、でファンレター、ファンレターは私初めて披露したんだけど、チーム K の公演でやってるの知ってて、すごいいい曲だなと思ってたからできて嬉しかったし、衣装も可愛かったし、あの衣装でめちゃくちゃひな壇盛り上げた、めちゃくちゃ汗かいたひな壇で、であとなんだ、なんか出たよね、あとラベンダーフィールドで君に会うたび恋をする、まあこれはチーム A ですね。でお手上げララバイして、誕生日の夜全員で踊って、でアンコールで In Anyway センターの楽曲披露させてもらって、12人バージョンで初めて In Anyway披露したんですけど、いかがだったでしょうか。で最後アイドルなんかじゃなかったらですね、3日間アイドルなんかじゃなかったら、私は山台の 1.5 で踊ってました、下手の。毎回そのバージョンが違くて、ワンハーフだったりフルだったり両手バージョンだったり、同じ曲で同じ立ち位置やけどやってること全然違うみたいなことが多くて、もうそういうのも多くてめちゃくちゃ今回のコンサート大変だったんだけど、なんかすごいモチベーションとかもあったりして、お手上げララバイとかイエニウェイとか衣装が可愛いとか、そういうモチベーションがあって頑張れました。50曲ぐらい覚えたね今回、うん、全部立ち位置違くて、わお、それこそはお手上げって感じだったんですけど、ほんとギリギリまでメンバーと振り付け確認して本当に頑張りました、お疲れ様です。何よりもその私がリクエストアワーでそのソロでパフォーマンスさせていただいたりとか、あとなんだイン・エニウェイセンター披露させてもらったりとか、そういう活躍とか出番が多いっていうので、すごいセリカ推しの方とか、まあそうじゃない方にもセリカかっこよかったとか言ってもらえたりとかで、セリカ推しの方はすごい歓喜みたい、嬉しい大好きみたいな感じに
なってくれてたのもなんか嬉しいなと思って、コメントとかもいっぱい読ませていただいたんですけど、もうめちゃくちゃありがとうございます。全部読みました。今日の分はちょっとこれから感想を書くんですけど、まあ、今日は本当に2018年以降の、まあ、新しめな楽曲もあったりとかして、まあそうですね、新衣装、ピンクの新衣装を作っていただいたりとか、そう、新鮮な曲が多くて、私も初めてやる曲が多かったから、あの3日目が一番覚えるの大変でした。そう、でも楽しかった、無事に終わって本当に良かった。幸せりかな武道館でした。私も本当に皆さんのおかげでそうなったので本当にありがとうございます。もう感謝感謝です、ありがとうございます。ネイルかわいい、そして見て、リハ期間中全然ショールームとかできてなくて申し訳なかったんですけど、今日はまあメイクもまだしてるし、ハーフツインだしやろうと思ってできてよかったです。マツパに行ったからもうまつげがすごい なんかもうギュンギュンに伸びてて、いっぱいメンバーにまつげすごいですねって褒められたわーい。オタク選抜は自分で立候補したの？はい、私はもう生粋のワンピースオタクなので、もうそれしかないでしょと思って、そうやらかそう、うん、めっちゃ難しかった、やらかそう、やらかそうね。いや普通にやれば簡単なんだろうけど、この追い詰められてる時のやらかそうが結構やばくて、まあ、でも本番はちゃんとできましたね、うん。第2希望は運動にしたね。一応ダンス習ってたから、ダンス習ってたからっていう理由で運動立候補したけど、私全然足も速くないし、もはや球技大嫌いだから運動はないかなと思ってたんですけど、でも勉強もないし芸術でも全くないから、もうオタクしかないかと思って、うん、オタクでよかったですね。ワンピースオタクとして、季節ごとにグループ分けしたのも面白かったね。3月春か、1月2月3月4月生まれとか、生まれた順でね、新しいチャイム、これも初めてやって、チーム B の曲めっちゃ披露させてもらった。今日初めてセリカちゃん生で見たけど、白すぎて光飛びしてた。見つけられた私のこと、結構端とかいっぱいいたけど、後ろの方とかのポジションもあったけど、見つけてもらえたかな、まあ、見つけてもらえてたなら良かったです。でもいろんな人に白いって言われた今日も、あ、良かったと思って、ほんと白いねって。普段はお肌隠して生きてるので、あの衣装着るとやっぱお肌見せるじゃないですか、やっぱ衣装着ると白いねって言ってもらえる。衣装どれも可愛かったね。いや今回本当に1日目とか特にすごいのが、メドレーでいろんな有名なユニット曲、あの君だけにチュチュチュとか、そういう遠距離ポスターとか、そのサビとかしか
披露しないそのメドレーみたいなとこでもその曲の衣装を衣装さんが全部用意してくれて、私はチュースミーだったんだけど、本当にあの一瞬のために衣装が用意されてたりとか、今回も一曲ごとに衣装全部違うくて、本当にすごい衣装の数でいっぱい写真撮れました。全部可愛くてもうめちゃくちゃもうね嬉しかった。いっぱい衣装着れて、もっと聴きたかった気持ちわかる。希望についてとか AB メロが良かったりするやん、チューズミーもだけど、なんか全部聴きたいなみたいな。私もそれは同感でした。でもああもっと聴きたいっていうぐらいが、まあ、ちょうどいいのかなって思ったりはい分からんけど、衣装でも私一番早着替えだったのが、それこそリクエストアワーの君に会うたび恋をするが7位で、お手上げララバイが5位だったのね。だから6位のテモデモの涙の間に着替えるってなってたんだけど、君に会うたび恋をするの衣装の中にララバイの衣装着込んでたから、脱いでその上の君に会うたび恋をするの制服脱いでララバイのジャケットを羽織れば出れるみたいな感じだったので、マジで30秒ぐらいで着替え終わって、お水飲んだりメンバーと話す時間もあったりして、すごいリラックスして挑めました。早着替え大丈夫かなと思ってたけど、その衣装さんのおかげで早着替え仕様になってて、そのボタンとかじゃなくてバリバリマジックテープみたいな、マジックテープで全部こう剥がせば脱げるみたいな、すごくない？そういう工夫もあったりして、そうで、あとすごいのが衣装全部にイヤリングと髪飾りがついてて、髪飾りをヘアメイクさんが全部こうメンバーの分つけるっていうのもすごいなと思った。髪飾りとアクセサリーというか、アクセサリーも衣装にあるっていうのが、そう本当に毎回すごいなって、の尊敬感動感謝もう、はい、尊い、え本当にそういうね感謝でいっぱいです。コンサート終わった勢いで話せて嬉しい。今日見て差し入れでさ、こんなんもらった、パン、クマパン、かわいい。差し入れもすごいたくさんいただいて、休息時間ももらったし、ひーちゃんが CM してるトウモロコシのひげちゃんももらいました。これ好きなんですよね、めっちゃうまい。あとサンリオさんがね、ハンギョドン、ハンギョドン好き。そうキティちゃんとかいろいろあったんだけど、一つだけあったハンギョドンを誰も取らないからえみんな取らないなら私がと思ってハンギョドンいただきました。ボールペン、これマジで可愛い。ハンギョドン、キリミちゃんも大好き。でもキリミちゃんのグッズは置いてなかった。そんな感じで今何分なんだろう、30分やろうと思って時間ないからバババッと喋ってみたけど、でも本当にお手上げララバイをソロで披露できたのが
人生においてもすごい思い出になるから、思い出っていうかすごい経歴になるじゃない。本当にすごい経験だし、生きててそんな経験できる？できないですよって思って、人生において。だから本当に素敵な3日間だったなって思いました。素敵な景色を見せてくれてありがとう。いやもうそれはこちらこそです。本当にありがとう。私の方こそ素敵な景色を見せてくれてありがとう。なんかすごい一番踊っていた曲をこう自信持って披露できるっていうのが一番よくって、お手上げララバイとかもめちゃくちゃ踊ってきたから緊張とかはなくて、その楽しみ、そりゃあの不安はあったけど、そのでもすごい緊張っていうか振り付け間違えるかもとかそういう心配 が一切なくできたので、あの本当に、まあ、そういう意味で、まあ嬉しい、良かったなって、あの曲でソロできて良かったなって思いました。ありがとうございます。とにかく早く感謝を伝えたくて、ありがとう。筋肉痛大丈夫かな。今んとこ大丈夫だね。あ、一応50分、じゃあランキング読んでちょっとアフタートークして10時には終わります。 SNS してないからちょっと SNS 類をするために22時には終わります。メールはさっき送った。13位、ゆうてんあっとコンサートお疲れ様さん、ありがとうございます。書いてないけど。12位、けんぱあっとせりちゃん3日間ハーフツイン可愛かったよさん、ありがとうございます。書いてないけど。11位、ゼファーあっと差し入れのくまのパン可愛いねさん、ありがとうございます。書いてないけど。10位、中心アットセリちゃん髪サラサラだねさん、ありがとうございます。書いてないけど。9位、ヨッシーアット楽しかったとにかくゆっくり休んでねさん、ありがとうございます。休みます。8位、マサノブアットセリちゃんのセリちゃんの大阪の衣装可愛かったよさん、ありがとうございます。書いてないけど。7位、トリオヤジアット5位、おめでとうございますさん、ありがとうございます。6位、中心アットセリちゃんほうれん草似合ってたよさん、ありがとうございます。書いてないけど。5位、赤いゾウさんアット3日間お疲れ様握手会で感想をたくさん話しますさん、ありがとうございます。書いてないけど。4位、けんけんあったせりちゃんのまつげがすごく上がっててびっくりしましたさん、ありがとうございます。書いてないけど。3位、クソジジイあったせりちゃん明日は何するの？いっぱい寝ます。そうなんださん、ありがとうございます。書いてないけど。2位、アマジの来る表アットとにかくお疲れゆっくり休んでさん、ありがとうございます。休みます。そして1位はタクアットララバイ最高でしたさん、ありがとうございます。タクさんはタワーもありがとうございました。はい、そんな感じで、あのまたメールとか
にゆっくりセットリストとかも合わせて感想を明日書いていっぱい送りたいと思います。でもいっぱい寝ようと思ってるけど、ここ最近本当に毎日ウィバース見てる方は知ってると思うけど、毎朝7時とか8時におはようって入れてるから、本当に早起きの習慣ついて、今日も目覚ましより前に起きたし、疲れてるはずなのにマジで早起きの習慣ついちゃって、本当お昼ぐらいまで寝たいと思ってるけど、あのもしかしたらめっちゃ早く起きちゃうかも明日もそう、本当にこのリハ期間に早起きの習慣ついて、そうそうなんです。でいろいろまあ発表とかもあったりしたんですけど、今日は19期生があのオーディション開始になったよっていうのと、あと新公演が始まるっていうので、いやめっちゃ楽しみです。ただ何にも分かんないので、その内容を早く知りたいなって感じなんですけど、そう、あとはゆきりんさんの卒業発表ですね。いや正直すごいびっくりしましたし、今回のコンサートも、その今回のコンサートっていうか今までのコンサートとか全体のイベントとかって、やっぱりゆきりんさんとかもう本当に初期から支えてくださってる、その先輩がもう仕切ってここはこうだからこうしようとか、見せ方こうしようとか、いろいろ本当に直にチームが一緒になって関わることっていうのはなかったんですけど、でも本当にあの同じステージに立っててすごい尊敬あのする部分がたくさんある方なので、もう本当に寂しい思いでいっぱいですし、ゆきりんさんが卒業されるまでになんかもっともっといろんな素敵な部分を勉強していきたいなって思いますね。はい、そう、いや本当に夜風の仕業素敵すぎて、もうソロコンみたいな本当にもうお客さんみたいな、メンバーですらひな壇でこうステージにいたけど本当お客さんみたいな気持ちで、すごい素敵な美声で本当に嬉しい。こう裏でこう早着替えとかしながら夜風の仕業をこうイヤホンっていうかイヤモニで聞くみたいなのはまあ今までのコンサートとかでもあったんだけど、生でこうステージ上で聞くっていうのは本当になかなかないし、そうだからわーと思って綺麗なーって思いながら見てました。そうペンライトもその楽曲ごとに楽曲のチームカラーにしてくれてたりとかして、なんかそれも感動しました。ファンレターの時は緑になってたし、ラベンダーフィールドの時はピンクとかなってて、わあ素敵って思いましたね。そう、あとサプライズで1日目に高見菜さんがハロウィンナイトの時に登場したのは本当にびっくりしたすごい歓声が一気に大きくなってパッてモニター見たらみたいな、本当にメンバーも知らなかったから本当にサプライズすぎてすごーってなりましたね。そうララバイの本家、でも本当に皆さんが武道館配信で見てくれてたりとか、会場に来て白いペンライトとかセリカうちわとか振ってくださってたりとかして嬉しかったです。無事に怪我なく風邪もひかず
一回リハ中に知恵熱出したけど、でも何事もなく無事に3日間終えることができて、もうめちゃくちゃホッとしてます。これからちょっと、まあインスタにもいっぱいこれからちょっとずつ写真載せていったりとか、余韻を楽しみながら、そう、写真整理していきたいと思います。はい、じゃあそんな感じでありがとうございました。じゃあまた。皆さんも疲れたと思うのでゆっくり休んでください。ありがとうございました。バイバーイ。あ、スイートラブさん、タワーありがとう。すごい最後の最後にありがとう、嬉しいです。バイバーイ。